アントワーヌ・ブールデル、1925年、アントワーヌ・ブールデルは、フランスの彫刻家である。オーギュストロダン、アリスティド・マイ・オールらと共に、近代ヨーロッパの代表的彫刻家。アダム・フランスのタルイコール・エイコール・ガロンヌ県、モントー版で生まれた。13歳の時に、父のキャビネット作成の店で、木半工になるために学校を辞めている。その後、 モントーバンでアングル美術館の創設者に絵画を学び、トゥールーズの美術学校で彫刻を学んだ。24歳の時にパリのエコールでボザールの小学生となった。1888年に最初のベートーベン像を作成した。この作品において特徴の強調、幾何学、構築と発明の精神などを表現している。 ブールデルは20世紀の彫刻のパイオニアの一人となった。オーギスト・ロダンはブールデルの仕事の賛美者になった。そして1893年にブールデルはロダンのアシスタントとなる。ブールデルは先生としても人気があり、多くの優れた芸術家が彼のクラスから生まれた。晩年には何度か記念碑作成の依頼を受け、 パリのサロンドチュイルリーの創設者兼副社長となった。また、1924年には、レジオンドヌール勲章も受けている。1929年に、パリ近郊ールベジネで死亡、パリのモンパルナス墓地に埋葬されている。現在、フランスのパリ15区モンパルナス駅北西資金の細い、道である、アントワーヌ・ブールデル通り沿い18番地に、ブールデル美術館がある。それは、 24歳の頃から彼が住んでいた家、作業場、庭から成り立っている。ブールデル、弓を引くヘラクレスブールデルの名を普及のものにした作品千9 0 9年の弓を引くヘラクレスがある。この作品はギリシア神話の英雄ヘラクレスにまつわる十二の工業の一つに主題を借りており、ヘラクレスが会長スティウムファリデスをいるために渾身の力で大級を引き、 今まさに矢を放たんとする瞬間を描いたものである。日本では東京上野の国立西洋美術館に展示されている。ブールデルに学ぶため世界中から人が集まった。主な人物には以下のようなものがいる。ありがとうございます。